チャオ、マイヤチャンネルへようこそ。今回のテーマは音程はトータルコーディネートです。一つずつの音程をきっちり取れるのもとても大事なのですが、スケールであっても楽曲のメロディーであっても音を一つずつチューナーで取るのではなく、きれいに取れる確率の高い音を中心に線的な流れを作るということを考えながら音程を作っていきます。ハーモニー中心の音程の取り方とは違い、スケールや楽曲のメロディーの音程はどちらかというとこう線的に取っていく、横の流れですね。メロディーのラインって線ですよね。もちろん少し難しくなってきたところで重音が出てきたり和音が出てきたりとか、少しリズムが複雑になってきたりということはあると思いますけれども、その中でもコアのメロディーのラインをきちっと見ていき、そしてそこの音程をつなげていくというか、きれいに取っていくことで複雑になっている音も取りやすくなっていきます。一つずつの音をチューナーで取っていって音程を取ろうとすると統一感が出ません。たとえ一つ二つきれいに取れている音程があったとしても、特に楽曲のメロディーのラインの中ではデコボコした感じになったり滑らかさが出てこなかったりします。例えばなんですけれども、例えばこのようなスケール、まあこれは普段私のところで使っているガラミアンのスケールブックなんですけれども、今のはボーイングパターンを組み合わせた最初の部分ですけれども、音程が どうしてもスケールで音をこう連続して上がっていって、そして連続して降りてきての繰り返しをずっとするので、レッスンの時にでもよくありがちなパターンとしては、あ、なんか途中音程が怪しくなったと下がっちゃったとか思って、それで修正しようと思うんだけれども、ずっと上がっていって降りてきて、また次のパターンで上がっていって降りてきてっていうのを、まあ何回かというか何十回かですかね、繰り返すので、なんかうまくこう考えている通りに修正ができるタイミングがないんですね、生徒さんにとってはね。それで普段からそういう場合の音程の修正の仕方を考える必要があると思うんですけれども、できるだけ一個ずつの音をチューナーとか、まあ、特にピアノとか NG ですけど、はい、それで音をこうポンポン叩いたりとかチューナーで一個ずつ取って、それを拾って音を出してみるっていうのはできたら避けた方が良いです。私がお伝えしています完全音程、開放弦から完全4度音程であるとか完全5度であるとか、完全5度だといいですけれども、ファーストポジションで4指使うのがちょっと最初辛いかな、合いにくいかなっていう場合もあると思うので、完全4度だとファーストポジションで3指間音の 3指の音を、取っていけばいいので、そこを中心に例えば開放弦から始まるスケールであれば、そこを中心に音を整えていくっていう考え方を取り入れていただくといいと思います。で、実際スケールを弾いてみた時にその人その人で癖があると思います。なんか大抵は
ここの部分とここの部分が下がりやすいんだよねとか、ここがちょっと高くなりやすいんだよねっていうことがあると思うんですけれども、もちろんすごく大幅になんかそこの音だけ高いとか低いとかっていうのは、まあある程度ピンポイントで音を修正するっていうのも必要かもしれないですけども、例えば今のスケールの場合、例えばこんな音程だったりとかすると、ずっと続きますよね。だからもうちょっとゆっくりにして、それで今これはガラミアンのリズムの6個ずつのパターンをやっているので、そうすると1回6個ずつで止めます。で、その中でなんか締まりがあるかなどうかなっていうのをよく聞いてもらって、明らかにこれが低いんだなっていうことが分かれば、やっぱり完全予動から通って、あ、全然低かったみたいな感じ。それと割とですね、半音になる音程、今のゲードゥアだとシドとか、それから同音から主音、エクサイのファーソとかね、そういうところ半音がちょっと詰めが甘くなるっていうのはありがちなんですけども、案外ですね、そのもそれぞれの1個手前の音、第2音、音階の第2音、それから第6音、ここも割と甘くなりがちな方が多いので、やっぱり完全予度取ってみて、こっから降りてみて、それからもう一回こう、なんていうの、楽譜通りに整形し直す。このような感じで一つのモチーフごとに分けてしまって、そのモチーフの中で要は音程っていうのはもうこのトータルコーディネートっていうか、こうバランスなので、1個ずつの音程がもちろん合ってればいいかもしれないですけど、それでその楽曲が、その楽曲の中のメロディーが綺麗に流れるような感じに聞こえるかどうかっていうのは別問題なので、短いモチーフの中でうまくこう流れてるかなっていうのを、そういう感じで音程を聞いていただくといいかなと思います。このチャンネルでは動作を分けて考えることでバイオリンのテクニックを習得しやすくしたり、ポジティブエネルギーの通し方を知ること、そしてボディ、マインド、スピリットを統合していくことでバイオリンが弾きやすくなる方法をお伝えしています。バイオリンを習い始めたばかりの方、また基本を見直したいと思っている方は、見逃さないようにぜひチャンネル登録してくださいね。そしてよろしければ高評価いただけると大変嬉しいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次のマヤチャンネルでお会いしましょう。